今日の上野動物園。伏見旅行の後ろ動いてる動いてる。当たっちゃったんだ、ゴシゴシってやってて、うん、この人あれ、身幅感覚ないのよね、くちばし幅感覚って言ったらいいのか、はい車だったら大変で、そこら中こすりまくって本当にすごいポーズ自分のこと言われてるんで、分かってないよかっこつけてる、ブノンボイになってる
今日はメンズモノです。今日は昨日チキンフィレサンドの願いは叶ったの。叶った叶った。もううまかった。何内持って帰って食べたの。内持ってます。そうそうそう。もう美味しかったよ。今チキンフィレ290円なの。あ、安くなってるの。意外だね。安くなってるの。あ、そうなの？若干。そう。単品で290円。うん、こんなもんなんだ。そう。ね、じゃあ明日、明日あたり、今日はちょっとホイコーローだった。もう作ってしまったけど。全然全然本当に美味しかった。見てる。わかんない。今日も買って帰ってもいいぐらい。本当に。本当にシングルサンドになるんですね。私ね、チキンフィレサンドも買うことだからね、なんかポテトも食べたい。だからポテトも買って帰って衝動に変わられてるんだよね。そう、ポテトも食べたい。最初ね、チキンフィレサンドだけにしようと思ったんだけど、うん、ポテトですって口が勝手に言ってた、うん、勝手にポテトはね、そうがあるのよ、角に。あ、そうなの。そう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 、ファーストキッチンで買うしかないんだけども、うん、なんかさ、あそこさ、なんか難しくなってて、なんか食券買うみたいな感じになってて、なんかいまいちよくわかんないからさ、そうそうそう、クリアできないけど、まあ一回でさ、なんか後ろでさ、だとか並ばれちゃってもたもたしてたら悪いからさ、断念してさ、それからトラウマになっていかれちゃった。そうなんだ、うん、買いづらいよね、うん、そうそうそう、だからさ、本当に不安な時間帯だったらさ、もたもたしても多少いいけど、インフォレとかさ、本当にないよ。カウンターで注文するんじゃないですか、そこみたいな感じ。でもパンケーキじゃん、ちゃんとピンクはやる。なんかそういうもんどくさいね。うん、まあ、この点の検査は一応口頭で、すごい通りでいいでしょ。で、そこの品物のところってテイクアウトのみなの。私一応さ、キャベツを切ってさ、炒めるまではやったのよ、お肉とね。で、あとはさ、そうそうそう、あのタレとかソース、ね、そうそう、クックドゥをさ、ね、絡めるだけにしてきたんだけど、ないよね、クックドゥ、ホイコーロー、うん、私どう好き、マーボーナスも好きなんだよ、あのね、クックドゥがね、あのマルエーズで98円になった時に爆買いする。1人3個までとか5個までとかさ、あるわけよ。でたまたまその時にあの家に居合わせるとそれをね、爆買いして、何個あってもいいもんね。そうそう、スケープまで買って、だから今ね、だいぶいろんなチンジホールとエビチリと、あと何て、マーボーと、マーボー豆腐と、あと何、豚なんとか、ナス、そうそう、と4つか5つ確か。で、いつもね、ホイコーローとチンジャオは他に選ぶものがなかったら一番安全パイだから2個ずつ買う。そうだよね。そう、危険数までね。あれってさ、すごいよね。今日さ、ゴミ出すのに箱だけさ、開けてさ、中出してさ、箱捨てたのよ、うん、そしたらさ、箱にさ、賞味期限が24年って書いてあったからさ、え、1年はあるんだと思って、うん、うん、そう、普通のが98円の時は買いなのよ。うん、ね、あといいね、ここで90円だって聞いてる。聞いてないよ。聞いてないって。知らねえ、そんなの。関係ねえ、ほら関係ない。クックドゥもうまいけどさ、同じ味のもとにさ、あのうちの大皿、大皿シリーズも結構いけてるんだよね。そうなの、ね、うん、クックドゥじゃなくて。